Google スカラーは、ウェブ検索サイトの Google の提供する検索サービスの一つ。主に学術用途での検索を対象としており、論文、学術誌、出版物の全文やメタデータにアクセスできる。Google はそのデータベースのサイズを公開していないが、第三者機関の調査によれば、2014年5月、時点、約1.6億の文章が含まれると推定される。 普通の Google 検索との違いはネット上に散らばっている同一論文をまとめて表示する点にある。論文本体が有料の佐読付き雑誌に投稿されている場合でも本人のウェブサイトに論文が無料でアップロードされている場合やアーカイブにプレプリントがアップロードされているなどの場合は検索結果右下の前後バージョンなどと書かれている部分から その論文本文にたどり着くことができる。検索時に使える演算子などについては、例えばアルフォンソンが詳しい。サービスの開始は2004年11月18日のベータ版の公開から、2011年11月から新たな関連サービスとして g o o g l e スカラーサイ c i t a t が一般公開された。これは学術文献の著者プロフィールとともに、 その著作物が一元的に管理できるサービスである。トップページの標語、巨人の肩の上に立つは、12世紀のフランスの学者シャルトルのベルナールの言葉とされるもので、現代の学問は多くの研究の蓄積の上に成り立つという意味である。Google スカラー設定。2019年8月26日閲覧。A.B. ファン・のルデン、リチャード。 Google スカラ l a Pioneer On s e a r S-Future Nature Doi 10.1038 Nature 2014 16269 HTTPS www.nature.com News Google スカラ l a Pioneer On s e a r S-Future-1.16269 オーダニアメリア E.I.ON J.M. Martin Martin A. d e l g a d o p e s Cosal e, about the size of Google's color, playing the numbers, グラナダ EC3 working papers, 18, 23 j u 2014, アーカイブイップリントハット Google, 学術情報専用の検索エンジンを発表。カレントアウェアネスポータル。国立国会図書館。2018年1月16日閲覧。Google's color, サイテーションズ機能一般公開。 ハレントアウェアネスポータル国立国会図書館2018年1月16日閲覧ありがとうございます。